海上保安庁によりますと、今日午前、水産庁の漁業取締船と北朝鮮の漁船が能登半島沖の日本海で衝突。漁船は沈没し、漁船員20人以上が海に投げ出されました。これは海上保安庁が事故直後に撮影した現場の様子です。小さく映っているのは救助を行う水産庁の救命ボートです。今日午前9時過ぎ、能登半島の北西350キロ沖の大和堆と呼ばれる海域で、北朝鮮の漁船と水産庁の漁業取締船大国が衝突しました。水産庁では違法操業に対し退去警告活動を行っていて、水産庁では北朝鮮の漁船が急旋回したとしています。この衝突で北朝鮮の漁船が沈没、漁船員20人以上が海に投げ出され、水産庁の船が救助に当たりました。大国は排水量1300トンで航行に支障はないということです。衝突があった大和堆は日本の排他的経済水域 EEZ 内でイカの鉱魚場として知られています。数年前から北朝鮮の漁船による違法操業が急増していたことから、海上保安庁や水産庁が放水や警告活動などの取り締まりを強化していました。現在大和堆で操業する県漁協小木支所の平塚秀樹船団長に電話で当時の状況などを聞きました。そんなことあったら知らんで、みんなこっちのその近くへ来とるわ。あ、今じゃあ現在現場の近くあたりにいらっしゃるんですかね。うん、近い人、船もいるわ。なるほどなるほど。どっかここら辺かな、船が固まっとるなって、データに映しとる人もいるし。平塚船団長は、水産庁の現場の職員は頑張っていると前置きしつつ、国としての対応の甘さを指摘しました。事故というのは、これ起こるまでし起こったと思うわ。もう日本の対応があんまり甘くて、本当に。もう少し厳しいとすれば、日本の海戦をとかを見たら、見た船の姿を見た時点で、一目散に逃げるような、厳しい取り締まりをしとってくれれば、こんな事故を起こらないんで、日本の対応があんまり甘くて、優しくて、優しいよ、日本の取り締まり。だから何も怖がっとらんし、年々怖がらないなったし。その船が本当の関心が目の前に来るまで船を動かんし、本当に10メーター20メーター近く行ってやっと放水しにかかった、その船しか動かんよ。最初は厳しく放水でも電気の玉割ったりガラス割ったぐらいにビシビシってやってもらえればね、放水だけでも逃げてきんろけど、放水だけでも優しいだけ。さて、その県漁協小木支所の漁船員が先月撮影した最新の大和堆の映像を入手しました。退去して押し寄せる北朝鮮漁船の様子を捉えています。撮影された大和堆の映像です。北朝鮮と思われる漁船が退去して日本の排他的経済水域に押し寄せているのが分かります。この船も北朝鮮の船です。水産庁海上保安庁のいるんですけど、それをかいくぐって入っていきます。映っているのは木造船だけではありませんでした。緑色に塗装した鉄製の船も映っていて、10人を超える漁船員が確認できます。今朝、水産庁の取締船と衝突し沈没したのも鉄製の船でした。映像では水産庁の取締船が放水をしながら退去を呼びかける映像もありました。しかし漁船員は放水だけでは根本的な解決にはならないと話しています。能登町の県漁協小木支所は中型イカ釣り船12隻が大和堆で操業していました。最近は北朝鮮の漁船が日本の漁船に近づき放水を逃れるケースもあったといいます。以前から漁師の方には
日本船の方へ近づいてきて危ない危ないとはいっぱい聞いてますので、ね、今回水産庁の船ということでまだね、国の方で対応できると思いますけども、これが漁船だった場合ね、これから水産庁の船を呼んで水産庁に対応してもらうっていうので、もっともっと時間的にもかかると思いますので、今後は絶対こういうことがないように、ね、しっかりした対応を取っていただきたいと思います。水産庁や海上保安庁では警告のために放水を行っています。海上保安庁では今年1月から今日までに1016隻に退去勧告、189隻に放水をしたということです。しかし最近は北朝鮮漁船が日本の漁船に接近して海上保安庁の船が放水できないようにするケースもあるといいます。この前たまたま見せていただいた映像によると、水産庁とか保安庁にがられると、要は自分たちの船に近づいてくると、そうするとその放水とかを要は国の方がしなくなるんで、そういう、まあ、形で要は日本船に近づいてくるという話は聞きました。午後1時の金沢港、能登で操業していたというイカ釣り漁師に話を聞きました。北朝鮮から結構いい放送源で来てるんでしょうね、船みたいに。それを取り締まってたら事故来たんでしょうね。ここ航海というのは無糖なんでしょう。真っ暗月経で航海したり操業したりしてるんでしょう。だから事故は必然的に起きますよね。海上保安庁が情報の収集を急いでいます。全国でも有数のイカ釣り基地で所属漁船が大和堆でも操業する能登町小木港に原記者がいます。原さん、地元の声を伝えてください。能登町の小木漁港です。こちらの漁師の方々は大和堆でたびたび操業していて、現在も所属している12隻すべてが大和堆周辺で漁に出ているということです。このうち船団長が電話取材に応じてくださいました。船団長によりますと、事故当時は現場近くに日本の船 2,3 隻がいたということなんですが、小木漁港からの船はいなかったということです。逆に大和堆周辺にいたものの、事故については全く知らなかったということです。事故について伺いました。日本の対応が甘かったからいつかは起こると思っていた。自分たちが巻き込まれていたらと思うと恐ろしいと憤りを見せていました。これまで北朝鮮の違法操業により漁協ではイカの水揚げ量が減るなどの被害が深刻化していました。そのため国に再三対応を求めていて、国も放水などの措置を取ってきましたが、船団長の話ではその場しのぎで結局違法操業は減っていないということなんです。現在も皆さんは漁を続けているということなんですが、大和堆周辺には北朝鮮とみられる不審船がたくさんいるそうで、今回の事故をきっかけに改めて厳しい対応を国に求めたいと話しています。はい、能登町小木港から中継で伝えてもらいました。ここまで能登半島沖で水産庁の漁業取締船と北朝鮮の漁船が衝突したニュースをまとめてお伝えしました。